うまい。今日は夏にぴったりのヘルシーなデザート、コーヒーゼリーを作っていきます。ではまずチアシードココナッツプリンから作っていきたいと思います。全然簡単なんですけど、私は今回ココナッツミルクを使っていきたいと思います。まあなんでかっていうと、トロピカルにしたいからです。ちょっとね、ココナッツ風味に最近ハマってまして、アンスイーティー、お砂糖を加えてないオーガニックのものを選んでおります。あとはこちらチアシードですね。もうだいぶなくなって、もう全然ちょっとしかないので、もう使っちゃいたいと思います。こちらも一応オーガニック仕様となっております。いろいろねマークついてますけど、そう、なるべくね表示がきちんとあるライセンスを取っているものがいいんじゃないかなと思います。それではチアシードを入れていきます。このくらいかな、まあこのくらい、はい、なんかごまみたいな、こんな感じです。チアシードはふやかしていくとすごい柔らかくなるんですけども、このままだと本当にごまみたいな感じで、外の皮が厚いので全然吸収されず、そのまま出されてしまうのでもったいないので、しっかりとふやかしてからいただくようにしましょう。それではミルクを注いでいきます。普通にね、牛乳とか、まあ、豆乳とか、そういう普通に手に入るものでも全然大丈夫です。ただ私最近はですね、ちょっと牛乳製品も控えていきたいなと思い、こういう植物性のミルクにしております。はい、結構たっぷり注ぎました。というのもチアシードめちゃめちゃ水分を含んじゃうんですよ。ちょっとダブダブぐらいのこんな感じでもいい感じになってくれます。今回もね、そこまで固形っぽくしたくはないので、何 cc? まあダブダブ、結構こんな感じで、こんなダブダブでいいのっていうぐらいでもちょうどいい、ゼリー状っていうかね、なんかジュレっぽくなります。まあ足りなかったらまたちょっと足すでもいいですし、一昼夜ぐらい置かないと良い感じに食べれないので、こんな感じでしっかり混ぜてね、冷蔵庫に保存して8時間から10時間を割いておきたいと思います。はい、しっかり混ぜたらこのまま蓋をして冷蔵庫にしまいます。次はゼラチンをふやかしていきたいと思います。私が使ってるのはね、こういうなんか外国仕様のやつなんですけど、5カロリーゼロカーボ、ナイスですね。これは別にオーガニック仕様とかではないです。よくスーパーに売っている一般的なゼラチン、ノーフレーバー、何の味もね、オレンジ味とかいちご味とかついてない、ただのゼラチンっていうことです。でね、面白いことに今気づいたんですけど、豚の油だと思ってたのにファットゼロなんですよね。じゃあ豚の油じゃないのかな、ちょっと調べてみます。でね、プロテインが 2g、 あとは塩もカーボも糖分もゼロということでね、プロテインのみということです。でこういう感じで1袋ずつになっております。これをこういう、これでね、もう ゼリーも全部ここで一緒くたに作っていきたいので、これぐらいの量をこの1個で作ると結構ハードめなコーヒーゼリーになります。柔らかいね、結構もうジュレっていう感じのコーヒーゼリーにしたい場合は、これよりももうちょっとね、ダブルサイズぐらい大きいもので作ってみてください。私は結構歯ごたえのあるギュッとしたねコーヒーゼリーを作っていきたいので、これぐらいの量で作っていきます。ゼラチンは袋を入れて、まず
水でふやかしていきます。ここにね、少量の水を入れてよくかき混ぜて、ダマがね、なくなるぐらいよくかき混ぜて、まずふやかしていきます。よくかき混ぜて、まずゼラチンをふやかしていきます。ちょっとしばらくこのまま放置します。はい、しばらく経つとね、こんな感じでふやかして固く固まるんですよね。で、一回これを電子レンジで20秒ほど加熱してまた液体に戻します。はい、チンし終わりました。めっちゃ熱々、うん、はい、こんな感じでね、普通に溶けております。これを毎回すごいダマがないようにきれいに一生懸命かき混ぜます。結構ゼラチンってね、調理が難しいというか、固まったり固まらなかったりしちゃうんですけど、やっぱり最初にきちんとふやかして、そこからまた加熱して戻すっていう工程がすごく大事みたいです。はい、きちんとね、ムラがないように混ぜました。ここにですね、朝の、これはね、今朝の余ったコーヒーでございます。ここ最近暑いのでね、コーヒーの消費量がすごく減りまして、前は朝 2,3 杯飲んでしまってたんですけれども、ここ最近はこんなに余っちゃいます。で、これを豆乳、ちなみにこのコーヒーは熱々のままです。このぐらいかな、ギリギリまで入れました。そしたらこれをまたゼラチンがきちんと全部にまんべんなく溶けるようによく混ぜます。なんか皮膚科の先生とかもね、ゼラチンを毎日取るとすごい肌が若返るって言ってる方もいますよね。お味噌汁に入れて飲んだらいいよとか。私は今ちょっとコーヒーゼリーを作って毎日おやつとして食べております。さすがにね、これ1個全部食べるってなるとちょっとかなと思っているので、1回これ作ってね、2回に分けて食べたりしております。はい、こんな感じでできました。あとはこれを粗熱が取れるまで外に置いて、冷めたら冷蔵庫に入れて冷やします。はい、それではこちら、昨日作ったチアシードココナッツプリンです。プリンといっても卵とかを使ってるわけじゃなくて、チアシードをココナッツミルクでふやかしただけです。でもこんなプルンプルンの中、タピオカっぽい感じになっております。これは一晩冷蔵庫に置いてこうなりました。今回これ別にね、全部使うわけじゃなくて、私はいつもこれを常備して、何かしらヨーグルトだったり、こういうコーヒーゼリーだったり、そういうものに加えて食べております。はい、そしてこちらコーヒーゼリーです。プルプルンプルプルプルン。さあ、どれくらいプルンプルンなのか見てみましょう。プルンプルン、こんな感じ。結構ね、たくさんできております。でも、あの1袋 4g のゼラチンで、これは何 cc なんだろう、 200cc ちょっとぐらいかな、 300cc ぐらい、わからん、それぐらいのやつを作ってるので、そこまであの柔らかいゼリーではないです。それではこちらをカットして盛り付けていきたいと思います。私はね、いつもこうやってナイフでまず、プルンプルン、こうやって縦にまず
切り込みを入れまして、スプーンでスコップ、そして盛り付けていきたいと思います。ほらこんな感じ。どうよ、これはね、お砂糖とかも入れてないただのコーヒーなので無糖となっております。ちなみにココナッツプリンも無糖で作っております。全くね、甘みは加えておりません。だいたい私これを半分ぐらいこうやって、こんな感じ。美味しそう、綺麗ね。ここに一晩置いたこちらのチアシードプリンを上にかけていきたいと思います。たらーん、ほらこんな感じ、こういう質感よ。こういうなんかジェル状っていうのかな、なんていうの、ジュレ状っていうのかな、こういう感じです。たららーん、お、どうですかこれ、おいしそう。もっとかけよう、お好みで。こんな感じです。たらーん、美味しそう。まあ、ここにね、いろんな甘みシロップだったりとか、あとお砂糖を加えてもいいですし、もともとこのミルクとかね、にお砂糖を入れてちょっと甘く作っておいても構わないと思います。私はこちらに、じゃーん、いつも作り置きしている甘酒を加えたいと思います。私はこのコーヒーゼリー、甘酒で甘みをつけていきます。それでは加えます。私の甘酒はね、結構こう白米を潰してないので結構ご飯っぽいです。てらーん、スプーンぐらい入れていきます。美味しそう、十分です。こちらにね、さらにかぼちゃの種をちょっと彩りと、まあ、栄養的にもね加えていきます。こんな感じ。コーヒーゼリーココナッツチアシードプリン甘酒添え完成。たらーん、どうよこの美しさ、美味しそう。それでは実食。結構量結構量あるよね。お昼食べてないので、ちょっとお昼代わりおやつというか食べていきたいと思います。コーヒーゼリーと甘酒、チアシード、ココナッツミルクです。甘さは甘酒のみになっております。もしね、甘み足りないなと思えば、ご自分で好きな甘みを足してください。私はあんまりお砂糖を取りたくないので、甘酒で甘みを足しております。はい、うんうんうん、美味しい。夏のね、食欲のない時とか、甘酒はすごい夏バテにもいいので、夏バテしてて食欲ない人はとってもいいと思います。かぼちゃの種がとってもアクセントになっております。かぼちゃの種もね、すごい体にいいので、結構ヨーグルトとかオートミールとか作る時はかけて食べております。甘さがちょうどいい。私甘いもの大好きなんですけど、それでも甘すぎるものがすごい苦手なので、アメリカのスイーツはちょっと苦手です。本当にアメリカに来て良かったなと思うことの第1位は、甘いものをやめれたこと。やめれたって言っても完全に断ちはしてないですけど、ある程度日本にいる時よりは摂取するのが抑えられています。というのはアメリカのスイーツって甘すぎるんよね。なので甘すぎて食べれない、逆に。なのでやめれました。
クッキーとかもね甘すぎるし、ケーキとかも甘すぎるし、唯一私が食べれるスイーツとしては、まあ、さっぱりしたシンプルなドーナツ、シュガードーナツとかそういうものは食べれるけど、でも大きさもすごいあるし結構ヘビーなんよね日本のものに比べたら。日本のスイーツ何が悪いかって甘さ控えめで軽いから結構食べれちゃって、食べてるとやっぱりそれが習慣化しちゃうのでついつい食べちゃうじゃないですか。そうするとやっぱり積み重ねっていうか、ちょっとした軽いものって甘さが控えめだとしてもやっぱり回数を多く食べるとそれだけ摂取量が多くなってしまうので、それが良くないかなって思います。やっぱりね、常習化するっていうのは良くない。甘いものは本当に砂糖、糖分は麻薬なので体を破壊します。あとメンタルも破壊するっていうことが本当にここ最近めちゃくちゃ分かりました。やっぱりソーダが好きで、まあ、家で常に飲むってことはないんですけど、たり何かを出前取ってオーダーして家で食べたりする時もやっぱりね、脂っこいものが多いじゃないですか。脂っこくて味が濃いものにはやっぱりソーダになっちゃうんですよね。なぜか打ち消し合うものというか、やっぱそれに匹敵するその脂っこくて味の濃いものを打ち消すものとしてソーダなので本当に良くない。家で自分でね自炊するときは結構さっぱりしたもの、あんまり味も濃くないし、お塩もあんまり使ってない、オイルもそこまで使ってない、さっぱりしたものを食べるときは全然水でいいんですよ。だけどそう、やっぱりね、食べるものの濃さに比例してると思うんですよね。あ、何が言いたいかっていうと、それで自分でジンジャーエールを作ってまあ飲んでいたりしたんですよ。それでもやっぱりなんだかんだ言ってお砂糖をね煮詰めてシロップにしてるので、やっぱり飲みすぎは良くない。外で買うコーラとかジンジャーエールに比べたら100倍 OK と思うんですけど、それでもやっぱり良くないので、でお気をつけください自分でおすすめで作っておいてなんですけど、お気をつけくださいね、白い悪魔白い悪魔なのでいくらブラウンシュガーでもあれはやっぱりね色を変えた悪魔だと思います。なのでね、私もねなるべくでしたらお砂糖は控えていきたいなとは思っているんですけども、でもやっぱりちょっとね食べたくなっちゃったりするので、そういう時は甘酒とかを足しております。まあ、常にね甘酒は常備しておくと何かしらにね足してちょっと旨味を出したりできますので、若干甘酒のね独特な香りっていうか独特な甘さがあるので、それが合わないなって思う方はまあ仕方ないですけど、私はあまり気にならないというか、逆にその甘酒の独特な甘みが好きなので、こういうコーヒーゼリーとかに混ぜたりもしてますし、この間はあのスパイスカレーを使った時になんとなく旨味というか甘みが足りないなと思ったので甘酒を足してみたらめちゃめちゃ美味しくなりそうね、旨味も足せるので、ちょっとその時は塩麹がねあの作り置きがなかったので甘酒を直接加えてみました。めちゃめちゃ良かったです。最近ゼラチンにハマってまして、なぜかというと肌の弾力がね、肌の弾力がね、そんなそこちょっともう昔10年前15年前に比べたらもうすごいなくなってきてですね、やっぱりちょっと弾力を出したいということでコラーゲンで、あんまり私サプリメントとかも取りたくない人なので、コラーゲンって何から取れるかなと思ったら、ゼラチンって、まあ、コラーゲンの塊なんですよね。まあゼリーにしておやつ感覚でコラーゲン摂取できたらいいなと思って、最近
あの朝の余ったコーヒーでこうやって作っております。すごい良くない？だってコーヒーどうせね、捨てる、余ったの捨てるんだったらゼラチンと一緒にゼリーにしちゃって摂取した方が全てうまく収まるというか無駄がないまあそのせいかわかんないですけど、ちょっと最近肌の調子はすこぶる良い感じでツヤツヤしております。で夏でね、すごい日差しもあるし、私は海に行くの好きなので、昨日もねちょっと海に行って、あんまり気にしないでね、海入ってバーって濡れてわーって泳いで帰ってきて、そのままバタってなんか寝ちゃったんですよ。まあ日陰だし曇ってるからいいやと思ったら、すごいね、こんなよ、こんな真っ赤本当に気をつけてください。日焼けはね、肌には大敵なので、とはいえ私は日焼けそんなに気にはしないんですけど、やっぱり火傷になってしまうとやっぱり肌を痛めてしまうので、ちょっと色つけたいなっていう人でもきちんと日焼け止めを塗って悪い紫外線をカットした上で日焼け、そう、日を浴びるようにしましょう、ね、日差しにはねすごい悪いものもあるので、やっぱいい日差しもあるんですけど、悪い光線はカットして肌がやっぱりダメージ受けないように優しめにね日焼けを楽しんでください。はい、そんな感じですごい簡単にできちゃうので、皆さんもコラーゲンとチアシード、とても体にいいスーパーフードなので、うん、なんかタピオカ、もう細かいタピオカよ、タピオカ風にね、ココナッツミルクとちょっと楽しんでみてはいかがでしょうか。なんかいろいろ話が脱線したというか、お伝えしたいことが多すぎて、なんかお話動画を全くここ最近してなかったので、ちょっといろいろ脱線してしまいました皆さんも夏バテしないように楽しんで栄養を取り入れてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ウェルネスオーバー50、リカでした。バイバイ。